どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、リクマイラーらしくですね、今年、もうそろそろね2019年終わりますんで、今年ね、発行したクレジットカードをね、紹介していきたいなと思います。クレジットカードをね、まあ私が基本的に発行するっていうのは、ポイントサイトの案件でね、まあ発行することがまあほとんどで、その時にね、まあどのぐらいのポイントがもらえたかっていうのをね、まあ簡単に紹介、できればなと思っております。ではね、まずこちら、こちら JCB ゴールドカードですね。まあ細かいね特典とかはね、個別出してる動画はね、そちら言ってきますんで、まあそちら見ていただけたらなと思います。まあ概要欄にもね貼っておきますんで、よかったら見てください。こちらで JCB ゴールドなんですけども、まあ、こちらはね、発行案件、発行&利用案件だったかな、まあ確かね1万円ぐらいの発行&利用案件が当時ね出ておりまして、まあ今もねないんですけども、それでまあ発行した、まあ今年ねダイヤモンド修行する関係で、こちらね海外旅行保険が JCB ゴールドって強いんですよね、結構特典として。ですのでまあそれも合わせてね、まあ、発行したっていう感じですね。次にですね、セゾンゴールドカード、こちらはセゾンの、ゴールドカードとなっていて、こちらも、案件利用っていう感じで利用しました。で発行したんですけども、1万円ぐらいだったかな、ポイント数としては。年会費もこちらは初年度無料ということで、先ほどの JCB ゴールドも初年度年会費無料です。でこちらもね年会費無料、初年度年会費無料で、まあ、本来は1万円ぐらいかかるんですけども、ちょっとねこちらのクレジットカードは本当にポイントサイトの案件のねのためだけに発行したっていう感じですね。1万円分ぐらいのポイントがねもらえたと思うんですけども、まあ、初年度年会費無料なんでね、まあ、利用したっていうか発行したっていう感じですね。特典とかもね調べたんですけど、まあ大したって言っちゃあれなんですけども、まあ、すごいねこれがいいみたいな特典もあんまりなかったんで、本当に発行して持ってたっていうだけですね。でクレジットカードね、ポイントサイトをね運用してると、やはりねクレジットカードって増えていくと思うんですけども、クレジットカードって発行して全然利用しないと次のクレジットカード発行するときにね審査落ちちゃったりしますんで、発行したらねなるべく少額決済でもいいから使うようにしてくださいね。クレジットカードヒストリーって呼ばれたりしてるんですけども、毎月ね利用している方がそのクレジットカードのね審査っていうのは今後のためにね落ちにくくなりますんで、私は本当に毎月ね15円のアマゾンギフト券をね購入しています、全部のクレジットカードで。まあ、そうすることによってこのクレジットカードヒストリーっていうものをね、まあ、保っていくっていう意味でも、まあ、そういうことをしてね審査落ちないようにね発行したけど全然使わないっていう状況をね作らないようにして、まあ、もし必要ないクレジットカードで年会費がね次かかるみたいな感じの場合は、本当に11ヶ月とか10ヶ月とかねそういうのを繰り返して、まあ必要なかったら解約するみたいな感じを取っております。発行してね全然使わないクレジットカードを増やすっていうのはねあんまり良くないんで、それだけはねおすすめしないですね。で次こちらです。JQカードですね。まあこちらはもともとね T ポイントっていうポイントありますよね。まあそちらをまあ今ねもう、ソラチカルートが閉鎖されてしまいましたのでもう利用できないんですけども、当時はね、T ポイントを、ANA 周りに交換する場合、まあ、このクレジットカード必要だったんですよね。で、それで発行したのと、あとねポイントサイトから、プリンスホテルのポイントに、交換する際にもこのクレジットカード必要なんですよね。で残念ながらねプリンスホテルのねポイントは来年からねちょっと解約あるかもしれないですね。ちょっと今もう噂の段階で出てまして、今ね、私の動画でも出しているプリンス桜タワー、あそこ確か1万2000ポイントとかだったんですけども、3万ポイントとかね結構ガツンと上がるみたいですね。でプリンス品川プリンスホテルとか今5000ポイントとかで宿泊できたんですけども、まあ、それもねちょっと上がるみたいなんで、まあ、ちゃんとねインターネットのサイトに、掲載されたらねまた動画撮っていこうかなと思うんですけども、もしかしたら、プリンスホテルのね
まあ、専門の動画ね出しておりますんで、ルートとかそちら確認していただきたいなと思うんですけども、まあ、もしねそちらはまあちょっとあんまりお得じゃないなっていう感じになったらね、この人クレジットカードはまあお役御免かなっていう感じですね。まあ、こちらもね年会費無料となっておりますんで、まあこれからプリンスホテルね、お得に泊まりたいっていうのはねある方はね、もうちょっと今作るよりかはもうちょっと待った方がいいかもしれないですね。うん、来年もしかしたら一気にガツンと上がってね、プリンスホテルのポイント宿泊はねあんまりお得じゃなくなっちゃうかもしれないんでね、来年ちょっと様子見た方がいいかもしれないですね。で次にこちらですね、 ANA クラブ級等級カードですね。まあ、こちら ANA とね、ANA の、新しいねルート、等級ルートですねに必要な、まあ、クレジットカード、まあ、こちらのね等級ポイントから ANA マイルに交換するっていうのはね必要なクレジットカードとなっておりまして、まあ、私はね6月とか7月とか、まあ、そこら辺に発行した覚えがあるんですけども、当時はですねポイントサイトの案件が何ポイントかな、 2,3000 ポイントで出たのかなっていうので、まあ、こちらね発行したっていう感じですね。まあ、私がまだ発行した時はまだねソラチカルートが閉鎖が決まってませんでしたので、普通にまあ開通したからまあ発行したみたいな感じですね。まあ、こちらね年会費初年度無料で2年目以降は1250円だったかな、確かそのぐらいだったと思います。で次にね、こちらです。じゃあ楽天カード、こちらね楽天カードのプレミアムカードの年会費1万円のクレジットカードですね。まあ、こちらは、今年の初めぐらいだったかな、6月ぐらいだったかな、5月か、まあ、そこら辺で発行して、まあ、このねプライオリティパスが、まあ、欲しくてね、まあ、こちら発行したわけなんですけども、ちょっとねこの後後に紹介するセゾアメックスプラチナビジネスでねこのプライオリティパスがねもらえちゃいましたんで、まあ、こちらはもうね解約しちゃってるんですけども、この楽天プレミアムカードも年会費1万円こちらプライオリティパスが欲しいがためにこちら発行して、こちらねポイントサイト確か案件なかったと思うんですよね、あったかな、確かなかったと思うんですよね当時は。でまあ年会費1万円で、まあ、この楽天プレミアムカードはねトラベルコースにすると、手荷物宅配サービスがね行きでもね2回利用できるんですよね。手荷物宅配サービスって自宅から空港までスーツケースを送るってやつなんですけども、まあ、なかなかね厳しいんですよね行きって。ほとんどのクレジットカードで帰りしか特典ついてないんで、まあそういう意味ではねこのクレジットカード持ってる方はね行きのスーツケース宅配、まあ、送る自宅から空港までですねおすすめとなっております。年2回までね無料で利用することができますんで、行きついてるってまあなかなかないんでね、年会費1万円かかっちゃいますけども、もし持ってる方はね利用おすすめしております。で次に、エポスカードですね。うん、これね間違えて解約しちゃったんですよねで、こちらねエポスカードはまあリクマイラー、まあ私ポイントサイトの案件確か利用したんですけど、本当に3000円とかそんなレベルだったんですけど、今はね結構高くなってるんですよ。今7000円ぐらいまで上がってますんで、もしねエポスカード持ってない方いたらねぜひこれもね専門の動画出しておりますんで、ぜひ発行をお勧めします。まあこちら何がいいかって、自動付帯で海外旅行保険がついてるんですよね。自動付帯でしかも年会費無料っていうことなんで、まあこれ持ってるだけで、まあ旅行先でビデオカメラを落として壊したりとかね、まあそういうのもまあ保証受けれちゃうわけなんですよね。本当に魔法のクレジットカードと言っても過言ではないぐらいの。っていうので、まあこちらね、もし持ってない方で、まあ海外旅行好きな方はね、永年年会費無料ですんで、ぜひね、検討してみていただけたらなと思います。まあこちらもう私はもう解約せずにね、まあ一生持ち続けて、まあ今ね、こちら決済結構集めて、エポスゴールドカードっていうのにね、切り替えを、インビテーション、まあ招待制なんで、年会費無料を狙うにはですね。ですんで、まあ今ちょっとね、決済集めてるっていう感じですね。で、次に、こちらですね。セゾンアメックス、ビジネスカード、セゾンアメックスゴールドカードですね。まあ、こちらは、こちらもポイントサイトの案件でね、利用して、まあ、1万円ぐらいだと思うんですけど、まあ、ポイントもらうために、まあ、発行したんですけども、こちらね、
まあ、個別の動画出しておりますんで、まあ、そちらね見ていただけたらなと思うんですけども、年会費がもともと1万円のクレジットカードで、まあ、私が発行した時は、初年度年会費無料、まあ、今も多分やってると思うんですけど、初年度は年会費無料なんですよね。なんですけども、セゾンクラッセっていうスマホのねアプリケーションでスコアを集めると、キャンペーンがやっていて、初年度だけではなく、年に1回使うだけでね、年会費無料キャンペーンってやってまして、まあ、私はね無事それに当選できましたね、まあ、当選というかねスコアを集めることができたんで、まあ、こちらね年会費、永年無料、まあ、1回年1回使えば永年無料か、だから毎年1回使って翌年無料、1回使って翌年無料みたいな感じで、まあ、ずっとね、無料で維持することができるんですよね。まあ、こちらもね個別の動画出しておりますんで、まあ、もしね特典とか知りたい場合はね、まあ、そちら見ていただけたらなと思います。こちらもね海外旅行保険が結構強いんでね、あの持っていて損じゃないクレジットカードっていう感じなんですよね。最後ですね、こちらです、セゾンアメックスプラチナビジネスですね。うん、まあ、私がね発行した時は本当にタイミングが本当に良かったっていうに尽きるんですよね。まあ、私が発行した時はポイントサイトの案件で、50万使うと、5万7000円返ってくるっていう案件、これねプラチナカードなんで、まあ、2万円なんですよね年会費が。なんでまあ普通かなって感じなんですけども、案件自体としてね。でもですね、これ初年度年会費無料キャンペーンやってたんですよ。それやっぱすごいですよね。うん、まあそれがすごかったっていう感じですよね。だから私がまあ発行して、年会費が取られずにプラチナカードを、保有できて、なおかつこちらですね、まあ、先ほども登場したこちらですね、プライオリティパス、まあ、こちらはね、無料で発行できるんですよ。セゾンアメックスプラチナビジネスでこちらはね無料でまあ発行できてしまうっていうので、だから当時10月からこのキャンペーンが、初年度年会費無料キャンペーンが始まったのかな、10月11月ですんで、まあそこで発行した方はね、まあ、1年間無料でプライオリティパス維持することが、まあ、できたわけなんですよね。でなおかつポイントサイトの案件もあったっていうことで、で5万7000円分のポイント、これも凄まじいですよね。まあ、50万円使わなきゃいけなかったんですけども、まあ、50万円の決済を集めることができれば、まあ、実質45万円ぐらいのね、まあ、支払いする、まあ、そのポイントサイトのポイントを、現金で受け取ればね、45万円ぐらいで済むみたいなね、そんなこともできたっていう感じなんですよね。いやこれは本当にタイミングが良かったですね。でね、こちらプラチナカードですんで、だから年会費無料にもかかわらずプラチナコンシェルジュデスクとかもね、まあ、利用できて、まあ、1回ね私電話して、まあ、ニューヨークのね結構予約厳しそうなところとね一回聞いてみたんですけども、まあ、使えなかったですねそこはちょっとお客様みたいな感じでしたね。まあそれはしょうがないですけど、まあプラチナカードとして、まあ、コンシェルジュサービスもね、まあ、無料で利用できてしまうっていうね、まあ、これはそういう意味ではやっぱすごいですよね。いかがだったでしょうか。今回はね、1年間でね今回発行したクレジットカード、結局合計でこんな感じ、全部で8枚、クレジットカード発行しましたけども、まあ、全部ね、まあ、ポイントサイトの案件がまあ中心でまあ発行したわけなんですけども、まあ、ポイントサイトを、ね、運用して、まあマイルをね、ポイントサイトで貯めようってなるとやはりクレジットカードってまあ増えていきますよね。まあ、私もまあこうやって発行はするんですけども、まあ、毎年ね、カードの更新、年会費の更新月にまあ来年使うかどうかを検討してね、まあ、解約するみたいな感じな方法をとっております。まあ、もしねこれからポイントサイトをね、利用して、まあ、クレジットカードね、まあ、発行ちょっと躊躇する方もまあ中には多いと思うんですけども、まあ、私はね結構こんな感じで毎年そうですねこのぐらい発行しておりますんで、まあ参考になったらなっていう感じですね。まあどのぐらいクレジットカードを発行してるんだろうって思う方もね結構多いかと思いますんで、まあ今回ねこういう動画を作らせていただきました。この動画はね面白かった、役に立ったという方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。